き。はい、席につけ。授業始めるぞ。はい。出席を取る。はい。レンガ。はい。元気です。はい、以上。先生。はい。学級閉鎖しようよ。というわけでね、まあ、今回の授業をやっていくんだけども、はいはい、特に難しい範囲だから、あ、そう、集中して聞くように喉出して、喉持ってる、あ、すみません、喉持ってない。先生、先生、先生、一回チャンスください。いいですね。まあ、早速ね、じゃあ授業に入っていきます。お願いします。まあ、今回は、ね、クイズを、なぞなぞをねやっていこうかなと思うんだけども、問題です。はい、パンはパンでも食べられないパンはなんだ。ピモン、フライパン。これ絶対セッターで、俺知ってるもん、その問題。先生、そんなんで難しいって言ってんのやべえ。トン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 、本当にそうかな。パンはパンでも食べられないってことは、食べられないね。それはなんとかパンで食べられないフライパンって答えるのが謎々の基本なんじゃないかな。まあ、そう、基本でね。そうだね、デンガン君はね、知識よくあるね。はい、分かってるね、君。でも、本当にそうかな。こちらご覧ください、どうぞ。はい、ハロモナスチタニカイっていう、ね、細菌がいて、こいつら鉄からエネルギーを得て生活している。つまりフライパンも食べられるということなんだ。フライパンも食べれちゃうってことね。そうなの。このようにね、あの深海にある鉄とかをね、このようにしてガシ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 食べて、これタイタニック号を食べてるところなんですけども。あ、そう、あ、だって俺通りでさ、なんか、いや、俺タイタニック20回ぐらい見てるからさ、俺97年、まさかだから分かれるんだけど、97年公開で3時間16分なんやけど、そっちの方がすごい、3時間16分なんやけど。まあまあ、でもね、まあ、こういう生物もいるから。あと俺、一言も人が食べられないって言ってへんから。いや、まあそうですね、確かにそうですね。というわけで、君はですね、はい、まあ、フライパン、よくある答えをしてきたんだけれども、はい、まあ、そんなね、先入観にとらわれて入試合格できんのかと。でも今の100人聞いて99人、なんなら100人全員フライパンって答える。いや、東大の伊沢くんならいけるよ。あー、確かにね、伊沢くんならいけた。だから俺がここで伝えたかったのはそういうことじゃないよ。何が言いたかったかわかる？なんか、あの、先生がこんな問題出しちゃうから生徒がいなくなっちゃったって。だから廃校になっちまったんだね。だから廃校になっちまった。まあ、一応伝えたかったのは、はいはい、問題をちゃんと冷静に読み解くということ。あー、わかりました。次から絶対気をつけます。問題です。お父さんが嫌いな果物ってなんだ？お父さんが嫌いな食べ物？うん、そもそもわからない。みかん。あ、分かった分かった分かった、はいはいはい、パパイヤ。あ、パパイヤ。あ、本当にそうかな。でんが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 。パパが嫌いって言ったよね。本当にそうですか。でもパパイヤ美味しいよな。というわけで、はい、正解はこちら。ででん、アンケート結果なんですけども、はいはい、はい、子持ちの男性100人、つまりパパにアンケートを実施したところ、パパイヤが嫌いと答えた人の割合は100人中17人。結構いるんだけども、はい、第2位なんだよね。あ、だから2位なの。あ、2位って結構嫌っちゃいますよ、でも。冷静な判断、冷静な判断下してます、僕今。ヘリクツ言うなって。あの、ヘリクツ言うな。いやいや、ヘリクツじゃない。ヘリクツ言うな。一応答えは一時決。あ、一、あ、じゃあそうなんですね。あ、そういうこと、はいはい。100人というこのね、この母数集団から、まあ、生み出された答えとしては一時決。君はですね、安易にパパがいやーって言うから、パパいやーみたいな、パパいやーって、安易にそういう答えたらいけない。わかりました、わかりました。まあ、パパの気持ちとか考えたりとか、はい、それがわからないなら、ちゃんと生の声に耳傾けようぜって話。はいはいはい、いいやり、はい、僕、パパの声を聞いた結果、愛媛県に嫌いな人がいるって情報を聞き出してます。僕のお父さん、みかん嫌いです。問題です。はい、宇宙に行くと食欲がなくなるのはどうしてでしょう。宇宙に行くと食欲がなくなる。食欲をちょっと言い換えたい。分かった分かった分かった、はい、空気がないってことね。それが君の回答。ええよ、もう。そうです。空気ないっていうのが正解ですか、先生。
本当にそうかな。そうなると思って分かってんねん俺も。そうなること。正解はですね、はい、なんと宇宙空間に入るとですね、はい、多くの宇宙飛行士が宇宙酔いというものになるんだって。まあまあなりますね。で原因は分かってないんだけど、はい、それは車酔いとね同じような症状が見られるんだって。でそれで吐き気とか食欲がなくなると言ったことがあるということで、答えはもう宇宙酔いというものがある。まあ、これ納得できないっていう人はやっぱりこう自分の知識にこだわっちゃってる人だから。それはそうなんですよ。そうじゃないんだよ。 そうじゃないんだよ先生。その学びは確かにそうだと思います。確かに過去の経験だとかそういったものから答えをね導き出すというのはすごい大事なことなんだけども、今回の授業でね言いたかったのはそれだけでね満足することなく、はい、この飽くなき探求心を持って、わかりました、常に学び続ける姿勢を持つということなのじゃー。